ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あーん、もぐもぐ。霊夢、何を食べてるんだぜ。何って、スクナの指？きゃあ、そんな文句言うんじゃないんだぜ。スクナの指の形をしたチョコレートなんだけど。は？抜き型が売ってたから、チョコレートで作ってみたのよ。なんだ、びっくりさせるななんだぜ。いやーね、魔理沙。本物のスクナの指なんて、あるわけないじゃない。霊夢、両面スクナが、芥見ゲゲ先生の漫画や、アニメ呪術廻戦だけに出てくるキャラクターだと思ってないか？え、違うの？違うんだぜ。しかも、実在したって説がある。本当に？あんな恐ろしい怪物が？ああ、日本書紀に書いてあるんだぜ。ちゃんとした歴史書じゃない。魔理沙、両面スクナのこと、詳しく教えてちょうだい。お、怖くなってきたのか？それもあるけれど、日本書紀に書いてあるなら信憑性があるじゃない。どんな怪物だったのか、すごく知りたいわ。わかった。興味津々の霊夢に、両面スクナのことを解説してやるんだぜ。お願いします。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。呪術廻戦に出てくる両面スクナって、指を主人公に食べられちゃったのよね。主人公も食べたくて食べたんじゃないんだけどな。そうね。仲間を助けたくて、力を得るために食べたんでしょ？ああ。だが代償として、怪物として封印されていたスクナの宿主となってしまう。そのスクナの指が、物語じゃ特級呪物扱いなんでしょ。20本ある指を全部食べないと、死刑になっちゃうって。不気味な指を20本も食べなきゃならんとはな。でも、よく考えたら指って普通は10本でしょ。足の指も含まれてるのかしら。手の指も嫌だけど、足の指は臭そうだから余計に嫌だわ。霊夢、スクナは怪物なんだ。指が10本とは限らないんだぜ。あ、そっか。じゃあスクナは、手の指が20本あるのね。っていうか、スクナはどんな姿をしているのかしら？よし。ここからは呪術廻戦の両面スクナでなく、日本書紀に記述されている両面スクナを解説していくぜ。両面スクナは、4世紀末から5世紀前半、仁徳天皇の時代に現代の岐阜県にあたる飛騨に現れたそうだ。今から約1600年前くらい前の話ね。ああ。身長は七尺、およそ2メートル。一つの胴体に二つの顔を持ち、手足は左右に2本ずつだ。指が20本だから、腕が4本あったのね。顔が二つなんて、ローマ神話に出てくるヤヌスのようね。頭部はそれぞれ反対側を向いていて、頭にはうなじがなく、膝は日鏡という膝の裏側の凹んだ部分がない。凹んでないと、歩くのが大変そうだけれど。かかともなかった。なんだか歩きにくそうねー。左右の腕で剣や弓、斧を使っていたそうだ。その辺は人間と変わらないのね。なんかこう、妖術を使っているのかと思ったわ。妖術を使った記述はないが、力は半端なかったみたいだぞ。頭が良くて並外れて戦闘能力が高く、足も速かったようだ。そもそも今でも2メートルの人は大きいって感じるのに、古代ならなおさらよね。見上げるほどの巨人に見えただろうな。手がたくさんあって、背が高いなんて、どこか千手観音みたいね。救世主のようでもあり、恐ろしい鬼のようでもあるわね。両面スクナについては、彼の出身地である岐阜県各地でいろいろな伝承があってな。伝承によっては身長3メートルとか、54メートルなんていう記述もある。でか、超巨人だわ。まあ、さすがにそれは大げさに表現されているだろうがな。とにかく当時の人から見たら、それくらい大きく見えたってことね。だろうな。大きな人というのは分かったけれど、腕が4本あったり顔が2つあるっていうのは日本書紀に書いてあるの？大昔には、本当にそういう怪物が実在したのかしら。実在したかどうかは分からない。だが、日本書紀に書いてあるのは本当だ。ただ、両面スクナの姿形について怪物じみた表現をしたのには、理由がありそうなんだ。どういうこと？日本書紀には、天皇に従わず、人民を略奪して楽しんでいたと書かれている。略奪？なんでそんな風に書かれたのか、知りたくなってきたわ。わかった。どうしてスクナが日本書紀で悪者として書かれてしまったのか、解説していくぜ。そもそも日本書紀ってどんな内容で、誰が書いたのかしら？日本書紀は全30巻だ。神代の時代が書かれた1巻と2巻以降は、歴代の天皇の系譜と功績や歴史が書かれている。天武天皇の息子の舎人親王が編纂チームのトップとなり、720年に完成した。古事記の次に古い歴史書と言われているぜ。ふむふむ。それで、両面スクナのことはどんな風に書かれているのかしら。
日本書紀では、両面宿儺は大和政権に末路はぬ悪鬼、天皇に従わぬ逆賊として書かれている。そして、最終的に朝廷が派遣した何話の猫竹古熊に撃たれた、とされている。宿儺は飛騨にいたんでしょ。わざわざ朝廷が山奥まで成敗しに行くなんて、弾圧よね。一説によると、戦闘能力が高く、頭も良かったため、その噂を聞いた仁徳天皇が奈良に招待した。多分、自分の配下で働かせようとしたんだろう。しかし、両面宿儺はそれを断った。なるほど。異様の怪物扱いにしたのは、天皇の誘いを断ったから？日本書紀を書いた人が、両面宿儺を悪鬼に仕立てた可能性もあるんじゃない？その可能性はあるかもな。服属しないで抵抗を続けるから手を焼いていたとか？そうだな。実は、宿儺がいた飛騨地方では英雄扱いされているんだよ。朝廷にとっては逆賊で、飛騨の人には英雄なのね。どういうことかしら？詳しく教えてちょうだい。もちろんだ。飛騨に残っている両面宿儺の伝承について解説するぜ。大和朝廷ができた頃、飛騨地方は独自の文化を持っていたそうだ。そっか。まだ全国にまで影響が及んでなかったのね。ああ。両面宿儺はそんな飛騨地方を率いていた豪傑と言われているぜ。飛騨地方では頼もしいボスだったのね。日本書紀にはかかとや膝の裏側がないとか書かれていたが、すね当てや草履を身につけていたのを表現したのではないかと言われている。これが山岳民族だったのではないかという説に繋がってくるんだ。独自の文化を持っていたっていうのは、そういうことだったのね。さらに飛騨地方には、両面宿儺について数々の伝承が残っている。どんな伝承かしら？姿形については、日本書紀とほぼ変わらない。日本書紀と伝承のどちらが先かはわからないがな。岐阜県高山市にある飛騨千光寺は両面宿儺が開いたとされ、円空という僧が彫った宿儺の像がある。ふむふむ。さらにここには宿儺堂と呼ばれるお堂があり、中には石でできた2メートル30センチの宿儺の立像が安置されているぜ。見てみたいわ。見られるのは年に1回だけみたいだな。普段は、小窓から少しだけ顔が見えるそうだ。ちゃんと調べてから見に行った方が良さそうね。岐阜県関市下のほとでは、民を苦しめていた友人を退治した。いくら悪さしてても、友人って神様じゃないの？退治したら呪われたりしないかしら。宿儺もそう考えたかどうかはわからないが、友人が住んでいた山に祠を建てて祀ってるぜ。なるほど。民を苦しめていたけれど、神様だから祀って沈めたのね。これが日流無事の始まりだ。境内にはヒノキと呼ばれる木があって、これは宿儺が置いていった杖だと伝えられているんだ。今に伝えられるものがあるって神秘的ね。鬼退治もしてるぜ。飛騨にある暗い山に、七名という鬼がいて、民を襲っていた。宿儺がそれを退治したのね。ああ、暗い山にある水無神社には、七名の頭髪が神宝として伝わってるぜ。竜や鬼を退治しちゃうくらいだから、めちゃくちゃ強かったのね。他にも農耕や仏教を広め、複数の寺を作ったと伝わっている。だからお寺に竜や鬼を退治したって伝説が残っているのね。ちなみに伝承では、観音様の化身だと言われているな。やっぱり手が多いのは千手観音のイメージかしら？でも、そもそも両面宿儺ってどこで生まれたのかしら？伝承は残っているの？岐阜県高山市にある善久寺の近くに、飛騨大鍾乳洞がある。その向かいにある山の中腹に、宿儺が出現したと伝わる両面宿儺洞窟があるぜ。宿儺がここで37日間、国家安全と五穀豊穣のお経を唱えたんだ。洞窟から出てきたのね。うん？宿儺って身長2メートルじゃなかったっけ？そんな巨人が出てきたら、みんなびっくりするんじゃない？善久寺の伝承では、6メートルほどだったそうだ。しかも、まさかりを持っていたそうだ。まさかりって斧よね？それは、みんな、腰抜かすわよ。宿儺は、自分は仏の使いとして皆を助けるためにやってきたんだと言ったんだ。それでも怖いわよ。でも、勇気ある村人の一人が、あなたの体が大きいから家にはお招きできないと言った。そこで宿儺は神通力で体を小さくし、11面観音に変化したんだ。千手観音かと思ったら、11面観音？なんだかすごいわね。善久寺には宿儺がいい人だった、っていうエピソードも残ってるぜ。あら、そうなの？教えてちょうだい。善久寺から少し離れたところに、お善石ってのがあるんだ。朝廷と戦う前に村人たちに迷惑をかけないように、宿儺がそこで食事したって伝わってる。村人たちを巻き込まないようにしたのね。同時に、静かに闘志を燃やしていたのかもしれないな。格好良いわ。朝廷の支配は受けないって思ってたかしら。でも、天皇からの誘いを断っただけで、大和朝廷はどうして宿儺を倒したのかしら。
朝廷にとって、宿儺は都合の悪い存在だったんだろうな。なになに？教えてマリサ。日本書紀では宿儺は悪者どころか怪物扱いまでされてたわよね。でも、飛騨地方では英雄として尊敬を集めてた。これはどういうこと？宿儺がいた頃は、大和朝廷はまだ全国を平定できていなかった。朝廷にとって宿儺たちは先住民族だったのね。ああ。そして、目障りな存在でもあった。自分たちに従うかどうかで、立ち位置が変わってくるのね。宿儺は頑として従わなかった、と。だな。だから朝廷は、飛騨に向けて軍勢を差し向けた。宿儺は勇敢に戦ったのね。朝廷の軍勢相手を何度も追い返した。日本書紀に載るくらいだから、相当強かったんでしょうね。血のりもあったかもな。そっか、宿儺は山岳民族っていう説があったわね。ああ、宿儺の強さと外敵が侵入しにくい自然の防御力で、朝廷を退けていたんだな。それなら朝廷も諦めればよかったのに。いきなり来て自分たちに従えってなんて腹が立つわよ。まあ、宿儺に言わせればそうかもな。そう考えると、朝廷の方が悪者に思えてきたわ。朝廷はなんで諦めなかったのかしら。ただ単に、支配したかったから？それもあるだろうが、飛騨の地が魅力的だったのもあるだろうな。あら、そんなに欲しいものが飛騨にあったの？飛騨は豊かな森林があって、飛騨の匠という優秀な木工技術を持った人間もたくさんいた。朝廷は木がたくさん欲しかったのかしら。でも、どうして？日本はこの時、仏教が伝来していた。寺には何が必要だと思う？そりゃ、お寺とか、あ、そっか、建物を建てるために木材がたくさん必要だったのね。優秀な大工もな。だから宿儺に何度追い返されても、飛騨を攻めたのね。そして、なにわの猫竹古熊の御事っていう最終兵器を送り込むまでに至ったってわけ？そういうことだな。話し合いでどうにか協力してもらう、っていう考えにはならなかったのかしら。現在だったらそういう考えも出てくるかもしれないが、当時はわからんな。そうねえ。朝廷は日本を平定したかったんでしょうし。でも支配が目的だとしたら、日本書紀で宿儺を怪物に仕立てた理由がわからないわ。宿儺という強敵を倒しただけでいいと思うんだけれど。それには理由があるかもな。どんな？日本書紀を書いたのはどうしてだと思う？そりゃ、自分たちの業績を後世に残すためでしょ。それもあるが、目先の目的もあったんだ。目先の目的？アピールだぜ。誰に？中国だ。当時の日本にとって、最大最強の国だな。なるほど、中国に日本がどんな国なのかを教えるために日本書紀を書いた側面もあるのね。ああ、天皇を中心とした中央集権国家だと、中国にアピールしたかったんだな。それが宿儺を怪物にした理由なの？これは私の勝手な想像だが、化け物を倒したってなれば箔がつくんじゃないか？朝廷に逆らって怪物に仕立て上げられたのは、宿儺だけじゃないんだぜ。そうなの？東北の蝦夷や、古代の土蜘蛛も、南九州の熊祖もそうだな。彼らも朝廷に歯向かった悪者として描かれている。それを思うと悲しい運命だわ。元は善良な民だったかもしれないのに、朝廷に恭順を誓わなかったから化け物に仕立て上げられちゃうなんて。本当の怪物は当時の朝廷だったかもしれないわね。そうだな。朝廷は急速に勢力を拡大していたから、力でねじ伏せた側面もあるだろうな。勝者に都合の良いようにストーリーが作られたのは悲しいけれど、宿儺は飛騨では英雄として扱われているんだものね。今でもたくさんの伝承が残っているしな。お偉いさんに何言われても関係ないって言ってる感じがしてかっこいいわ。そうだな。宿儺の周りの人たちが必死に伝え残してきた成果も大きいな。両面宿儺について解説してきたが、どうだったか？最初は、漫画やアニメのダークヒーローかと思ったら、仁徳天皇の時代に飛騨にいたとされる鬼神と知って面白かったわ。飛騨地方では、武勇に優れ、農耕の指導者で、中央集権の勢力から守った英雄として語り継がれているという話も興味深いわ。ああ、飛騨で宿儺は間違いなく英雄だ。これからも日本の大切な伝説として伝わっていくだろう。私、伝説を尋ねながら飛騨に旅行したくなってきたわ。というわけで、今回はここまで。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。